イギリスのロンドン警視庁は最近、国家安全法に基づき、3名の男性を逮捕し起訴しました。3名は中国共産党の情報機関を支援し、外国干渉罪で告発されています。その中の一人は香港政府のロンドン経済貿易オフィスの行政官、袁紹洋です。14日、この件についてイギリス外務省が中国の鄭卓光駐英大使を呼び出し、説明を求めました。5月初旬、イギリスの警察はイギリス各地で11名を逮捕し、その中の3名が香港の駐英情報部門を支援したとして、13日にウェストミンスター地区の裁判所で審理されました。注目されているのは、香港のロンドン経済貿易オフィスの行政官、袁紹洋です。彼は2007年から香港の交通警察の警視を務めていました。イギリスの法廷文書によると、袁紹洋は退職した香港警察官で、中国とイギリスの二重国籍を持っています。昨年制定されたイギリスの国家安全法により、この3名は2つの罪に問われています。1つ目は、昨年12月から今年5月にかけて外国の情報部門を支援し、イギリス国内での情報収集、監視、詐欺行為を行ったこと。2つ目は、5月1日にイギリス国内の住宅に無断で侵入したことです。彼らは出国禁止となり、次の公判は5月24日にロンドン中央刑事裁判所で予定されています。イギリス政府は昨年、新たな国家安全法を施行し、警察に外国のスパイ活動に対抗するためのさらなる権限を与えました。イギリス政府は、新しい立法を通じて、絶えず変わる外国からの干渉に立ち向かい、イギリスの民主主義、経済、そして価値観を脅かす敵対国からの脅威に対処する必要があると表明しています。イギリスの外務省は、イギリス国内でスパイ行為に従事していたとされる3人の男性に関連して、14日に中共の鄭卓光駐英大使を召喚し、このスパイ事件に関する説明を要求しました。NTD ジャパンがお伝えしました。Hey, I told you enough of that. But look, this is different. It's Ganjing World.